うちの弟が法廷に出なかったからこそ、ね、教会はね、うちの弟の命がもし変な風になったら、もう相撲協会っていうのはもう成り立たなくなるから。皆さんこんにちは、高取力です。この前のあの YouTube のその春日錦のお姉さんの話をまたこれまあ、2でちょっと今聞いてもらおうと思って、ちょ一回だから一回聞いてもらってその後話しましょう。これのお姉さんの趣旨というのは、真実っていうことと、それと、春日錦関の、まあ、名誉をどこまで回復できるかっていうところだと思うんですよ。だから私はね、名誉が何よりも、私は、うちの弟がこういう状況だったっていうことで、ね、まずそこから始めたいの。全部いっぺんにね、毒ダミみたいな、私なんかの命とか、そういうことも考えてもらわないと。フジテレビさんからさ、いっぱい来たの、あの時。で、うちの弟に言ったんかって言ってないっつうですよ。言ってないって言ってるの、うちの弟は。それでね、カメラマンの人たちにね、うちの弟は黒幕だと思いますかって、みんなこうやって首、ほら、後ろでこうやってやるわけ。ね。そういうふうにやるの。でもなんで本当のことが出ないかしらって。それはね、証拠ですよ。どうも、春日錦は黒幕じゃないですと、いうのは、これは記事にならないんですよ。なぜかといったら、黒幕にならないというのであれば、黒幕はじゃあどこなのかとか、じゃあ黒幕じゃない証拠はどこなんだとか、いうのがないことには書けないんです。あるいは逆に、春日錦が黒幕だとも書けないんですよ。自分では勝手に。そのためには、春日錦が黒幕であるという証拠がないからです。ああ、そうですね。じゃあ、証拠は、あの時書いた証拠は何だったんですかね。あれはだから、春日錦が黒幕だなんてのは、新聞には書いてないじゃないですか。ドタされると、じゃなくて八百長メールが発信元となっている春日錦。あれが発信元なんですか。じゃあ例えば何のためにああいうのが出たんですかね。あれは一応表で言われているのは、野球賭博の時に警察の家宅捜索が入って、いろんな証拠物品を押収したんですよ。八百長っていうのは犯罪じゃないんですよ。賭博は犯罪なんですけど、八百長は犯罪じゃないんですよ。で、賭博が犯罪ですから、これ警察が動いたんですよ。しかも、あの時になんで警察がそこまで動いたのかというと、警察が本当にやりたかったのは、山口組潰しなんですよ。たまにお姉さんおっしゃってましたね、古董衆から、そうですよ。そうなんですよ。だからね、その時のね、うちの弟が全部出したやつに、なかったのかあったのか、それわかんないんですよ。もうね、あとね、脅されてるんだったら、奥さんがボイスレコーダーで撮ってよとか、ずっと言われてたから、私、やたらなこと言わないで。ね？脅されてるんだとしたら、脅されていたと。春日錦が脅されていたというのを書くだけで、春日錦関のその黒幕説っていうふうなものからね、また彼を解くことができる。正直ですからね。でまた脅されてるんだとすると、脅していたことが分かったと新聞なりで書いた方が、相手方はもう脅せなくなりますよ。あ、そうですよね。もし私ね、そのためにお兄さん、あれしてもらいたいの。それは申し訳ないけど、うちの弟の命がもし変な風になったら、私は大変なことになっちゃうと思う。これはいや、死んでからじゃ遅いですから。そうですね。ただね、本当に脅されてるんだとしたら、今もそういうマインドコントロールから解けてないから、まだコピーなんですよ、多分。うちのそれは奥さんなんですよ。奥さんが持ってて、うちの弟は散々探したの。散々探したんだけど、奥さんが出してくんないの。そうですね。だからね、私はね、もううちの弟をね、そういう法廷にね、うちの弟が法廷に出なかったからこそ、ね、教会はね、なんていうのかな、うちの弟が本当にあそこで何か言っちゃったら、もっと大変なことになります。幕内に行った時に、ね、じゃあすごい世界だよとは、古董衆戦で私は相談を受けましたからね。
その時の携帯も一生懸命探した。でもどっからどこまでね、私が入ってるやつが途中消えちゃってるもんなんだか、何なんだか。初再生の時でしたっけ、古藤修繕と初再生の、うん、ですね、うん、初番組ですね。そう、でもね、私ね、うちの弟から聞いたのは、あのモンゴルの人っていうのはお塩をね、自分の必要な時だけ回すって、それが言ってましたよね。あの、何て言うのかな、やっぱり金に出稼ぎ感覚ですよ。だから親方たちも小さい部屋をいっぱい作ってしまってたから、強い人出せばいいと思って伝統ってのがなくなっちゃったんでしょうね。その暗黙の了解とかさ、なんかそういうのがね、うん。私ね、これ、はい、弟に内緒でやってますよ、はい、弟がもし僕の命が何かあったら頼むねって言ったもんでしたから、供述書っていうのがあるんですよ。そのやつを第1回目の供述書と嘘のやつにサインをしろって言われたのがあるんですよ。まあ、それがサインしてないんですよ。やってないこともやったんだ。自分が死ぬことも分かってたから、いろんなやつと一緒に死のうとしたんだろうみたいな感じに言われてる。巻き添えにしたんじゃないかと。そうじゃないんだ、彼の言ってることは正しいことなんだっていうことを証明することが、あの、彼を救っていく道だと思うんですよ。もうこれね、まあ、十何年前の話、十年ぐらい前の話だけど、結局、まあ、これ、正直野球賭博を警察に相談したのは、まあ実は俺だから、まあ俺に全責任あるんだけれども、警察に相談したときに、あとはある、その時の現理事長には、もし警察にこのテープなり、その自分の携帯電話を全部渡してしまうと、八百長のこともバレますから、それは絶対やめてくれって言って、俺その時言ったんだよね。うん。言ったけど、それもやっぱりこう、わかんないで、携帯電話にそういうメールが入ってるって話は、だから、その時にこう、若い人から聞いたから、もうそういうのはもう絶対出さないでくれと。うん。言ったんだけど、まあ出しちゃった。で、出したら、本当だったらそれ、野球賭博には関係ない話なんだけど、これはだから結局、まあ、こう、出しちゃいけない、警察の上層部は出しちゃいけない話を、これを面白おかしく、その、ね、叩いて出しちゃったっていうのが、これ本心の話だから。で、あと本当に、俺が相談行った時に、この、まあ、野球賭博の話は山口組を潰すためだとか言ってたけど、山口組なんか一切関係ないから、その時は。俺らがやってる時は、まるっきり山口組なんか関係ないのに、それ山口組だけはこうクローズアップされて、で、結局何もなかった。何もなかったけど、で、結局、その、まあまあ、その、脅した人間、まあ結局、まあ懲役行かされたんだけど、まあそんな話も全部踏まえてね。うん。だから今回の、八百長問題で二十何人クビになった。まあそれは確かに、八百長っていうのは、じゃあ、自分と誰かさんが二人いましたと。いた中で、俺が、いや、こいつと八百長やってますよって言っても、こいつがやってないって言ったら、これ成立しないんですよ。いくら、こう、そういう口で、いや、こいつやったんだよ。俺、こいつとやって何番やったんだっていうのが、いくら言っても、これはもう、だからもう、裁判所で言っても、これは絶対勝てないわけですよ。これはもう俺も十分わかってるし、それを、勝てないのもわかってて勝負いってるわけだから、俺は。今、現状で、YouTube でね。これ、なんでかというと、これ、こういうことを、このまま続けていったら、相撲協会が、今はいいかもしれないし、今、現時点では、普通に成り立ってるけど、5年、10年経ったら、もう今もう、細かいことでも全部出るから、もう相撲協会っていうのが、もう成り立たなくなるから、それをちゃんとシステムをちゃんと直すために、こういうふうにした方がいいよ、こういうふうにした方がいいよってことを、YouTube で全部言ってるわけ。
ん、今回、まあ、今回お姉さんは本当に、まあ、春日錦は黒幕。春日錦は十両の力士だから、もっと幕内の上の方に黒幕がたくさんいるわけで、で、そういうのをこう、うまく仕切ってる人間もいるわけだけれども、まあ、俺らの時の先輩もいたし、まあ、俺らの時の先輩は、まあ、板井さんがそういうことをやってたし、板井さんがそういうふうなビデオも撮ってるし、本も出してるけれども、だからそういう中で、こう、相撲っていうのは、そういうことがあって、そういうのを、うまくこう、仲間同士でこう、みんなでこう、お金を回しながら、うまくやってたっていうのが、まあ現状なんだけど、でも俺は、小学校の時に相撲が大好きで見てて、で、自分でもそういうふうに、相撲好きで、こう、やっていきたいと。うん。一生懸命やっていきたいと思った時に、こういう話が出た時には、本当にこう、残念でなかったけれども、でも自分は、いや、それをなんとか、こう、自分だけでも、こう、なんとか変えていって、それで自分の下でね、やっぱ慕ってくれる人間にはそういう教え方をしながら、やっていこうと思って、やっていったのが、こう、これ正直な気持ちなんですよ。まあ、春日錦は亡くなっちゃったけれども、この胸、お姉さんがこの胸を、まあ、もうずっと晴らしたかったと。で、結局、春日錦は亡くなったけど、だから、こう、みんなにこう、ね、そういうことをしたこと自体はもう本当に心の底から謝りたいっていう気持ちで、いたと。で、お姉さんにそういう気持ちを託されたから、これ、お姉さんにこの YouTube のあれをもう出していいかっていう話をしたけど、いいよ、出してって言って、大方がそういう、あ、高取家はそういう気持ちだったらっていうことで、今回こういうふうな、あの、テープも、まだまだ、これはまだ始まりの序章には過ぎないけど、これからもっと、どげついテープもどんどん出てくるんだけど、まあ、今回は、うん、こういう形で、まあ、まず、その、こういうことがあったよっていうことを、あの、話したいというのが、今回、あの、出した原因です。白鵬がオリンピックで、なんで協会に言わなかったかっていう、俺は偉いんだって、お前らはこの野郎とか言って、白鵬、お前はね、するようなことをしたなっていう。